日本中部地方石川県金沢市立町立町は石川県金沢市の町名。また、周辺を含めた地域名としても使われる。縦の字が一般的でなく、また、片町と隣接していることもあってか、しばしば県庁と表記されることがあるが、誤りである。古くは北国街道の片町から分岐し、西川とほぼ平行に上流部へ通じる街道の 入り口の町である。元は、西川の河原であったが、1615年に河原を埋め立てて、町が形成された。縦町の町名は、当時の金沢の町並みが南北に並んでいたのに対して、西川に並行して道路ができた、この地域が、東西に連なり縦に並んでいることに由来する。また、古くは、縦河原町と呼ばれたものが省略されて、縦町になったとされる。 盾町の誕生時点からこの地域は商店街として形成され、周辺に暮らす人々の生活必需品や武家の必需品を売る町や通りとして発展した。1871年に亀沢町を合併して金沢市の地域となり池田町二番町、三番町として発足。1889年に金沢市の町名として盾町が採用された。 縦町では1632年に油酒屋、サブローエモンという灯油と酒を扱う店が開店したのが最初の店舗とされている。戦後、街頭の設置や夜店の開催など、買い物客の集客の整備が進められ、1968年以降、縦町通りにはユニーや長崎屋などが縦町に店舗を構えるようになり、 片町商店街と並び商店街として位置づけられる。1966年、住居表示制度の実施により、縦町の一部が片町一丁目となり、現在に至る。国道157号の片町一丁目交差点から、中央通の縦町交差点までの縦町通に200、近くの店舗飲食店が軒を並べて、縦町商店街を形成している。 縦町通りは幅4.5メートル、全長430メートルの通りで、通称縦町ストリートと呼ばれる。道幅は縦町が誕生してからはほとんど変わりがない。特に戦後に入ってからは若者のファッションの発信地として北陸地方だけでなく全国からも注目を集めるようになる。そのため現在も多くの医療店が営業を行っている。ただ、 商店街の加盟店舗は、2018年時点で10年、前と比較すると、約30店舗も減少している。2006年5月30日に、縦町商店街は、頑張る、商店街77選に選ばれた。アーケードを設けていない縦町通りは、本来は一方通行の道路であり、気軽に買い物ができる、要1970年から歩行者天国を実施して、 自動車の侵入を禁止している4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。